どうしたの？いや、調子はどうだい？言いたくない。みんな！わかりました。なあ、みんなで勉強しないか？わかりました。ん？何でしょう？いや、調子はどうだい？それには答えられませんね。みんな！わかったわ。ん？どうしたの？いや、調子はどうだい？え？みんなで勉強しないか？わかったわ。この問題、例の公式に当てはめれば結構簡単なのよ。いや、調子はどうだい？いつも通りです。勉強、頑張ってくださいね。はい。なあ、みんなで勉強しないか？
みんな、よろしくお願いするわ。よし、みんなでご飯にしようか。仕方ないわね。いただきます。さて、何から食べよっかな。粒ついてるよ。いや、今日も勾配は戦争だったな。みんな、あいつのこと頼んだぞ。みんな、わかったわ。よし、みんなでご飯にしようか。はいはい。分かっている。私にタコさんウィーナーなど似合わぬことくらい。別に少なくありません。ダイエットしてるわけじゃありませんからね。あ、美味しそうに食べるのね。みんなもあの人と仲良くやってください。了解した。ん？何か用か？いや、調子はどうだい？普通だ。ん？何か用か？いらないからって。勝手に人の部屋に置いてって、あんな大量の、どうすればいいんだよ。うん、その通りだ。よし、みんなでご飯にしようか。了解だ。何？いや、調子はどうだい？うーんとねー。
わかんない。何でしょう。いや、調子はどうだい。苛立ちを隠せません。何でしょう。お互い勉強頑張ろうな。わかりました。どうした。いや、調子はどうだい。それに答えることはできないね。いらないか。そうだね、私もそう思うよ。どう。腹減った。なあ、一緒に食べないか。その提案は受け入れられないね。よし、みんなでご飯にしようか。みんなで合同練習ってのはどう。仕方ない。準備運動は大事だ。部活に力を入れなさい。いいわね。みんな。うん、そうしようか。やっぱ部活もしっかりこなさないとな。うん、そうしようか。なあ、みんなで合同練習ってのはどう。そうしようか。君は体が硬いな。運動音痴って言われないようにね。やっぱ部活もしっかりこなさないとな。わかった。
か？お互い勉強頑張ろうな。わかった。お？何？いや、調子はどうだい？何？ちょっと集中したいんだけど。なあ、みんなで合同練習ってのはどう？わかりました。うん、その動きならもっと腕を振った方がいいぞ。さて、今日はどういったメニューでいきましょうか。なんだ？いや、調子はどうだい？お前も励むがいい。じゃあ、みんな、帰ろっか。お互い勉強頑張ろうな。了解だ。学業に励むとよいぞ。うん。じゃあみんな帰ろっか。わかったわ。じゃあまた明日な。